はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。エルデンリング帰ってまいりました。今日からやってきます DLC でございますね。シャドウオブザエルデツリーということで、ミケラの足跡をしっかりとね追っていきたいと思います。ということで始めていきます。ちなみに始めるデータなんですけど後で説明します。ちょっとお待ちください。はい、というわけで一応ですね、今回始めにあたって適当な装備になってます。適当な装備ってもあれなんですけど、前回というか私本編の方は、進行となんだっけかな、技量とか伸ばしたなんか金馬車的な雰囲気の、流れの装備をしておりました。愛用してたのはこれですね。ドリューの輪剣ってプラス9まで伸ばしてるんですけど、こちらが非常に使いやすくてね、強かったんで、これを使ったんですけど、まあこれは、まあ使うかもしれんけど、今んとこは封印という感じでございます。で、一応装備としてメイロスの剣と、福武器として巨人の赤髪を装備してます。これマレニアを頑張って倒した時にね、非常にお世話になった無知でございますね。まあ人型がひるみやすいという感じでございます。あとはまあ適当にくっつけてあるかなと。あなたは美しい。これはいらないですね。はい。というわけで、まあこれでとりあえず行ってみましょう。行くだけ行く。で、レベルに関しては、結構、まあ見ていただいてわかると思うんですけど、180ということで、これ1周目じゃなくて2周目のデータになってます。一時期ね、コスプレ攻略シリーズというのを私やってまして、それの攻略した後のデータですね、なっております。使用時のルーンだっけ？そちらでね、世界を救った後の、形になっております。180なんですけども、これ足りなければ上げていきます。で、見てわかる通り、いろんな武器ちょっと使いたいなっていうのもあって、多少バランス型にね、振ってあるんですけれども、この辺のバランスは、いろいろと変えていきたいと思いますので、まあ、後々ね、いろいろいじれたらなと思います。ちなみにメイン武器はこれクソ食いのね、剣でございますね。はい、この背骨剣という感じになっております。というわけでいざ DLC の世界で、この方が、キーマンですね。話しかけていきましょう。話しかけろ話し、Were you guided here by kindly Mikula? I am Letta. And like youI was guided by faith along his honorable path. レダさん。Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. なるほど。Come now.早く行けと早く行けと言ってるね。早く行けよと言ってますね。んじゃあ行きますか。で、これこの手はモーグ様がね出てきたところなんだけど、モーグもこのあれかな、影の地にいたってことなのかな、戦う前。まあそれは分からんけどね、答えが出ないのがエルデンリングということで、影の地に向かいます。いや楽しみですね。ねえ奥さん、ああ、なんか来たぞ。とりあえず明かりをつけよう。明かりが必要。俺には明かりが必要だ。まあ、とりあえず、何もないかもしんないけど、後ろ行くのがね、いいやり方でございますから。盾を構えてしっかりとね、安全を確保しながら行きましょう。さて、これ登ってった先かな。すごい。美しい墓地平原。来ましたね。あ、祝福だ。オーケー、ここから私の新たな冒険始まる。一応ね、データというか、いろいろネットで調べた情報によるとさ、30時間で宮崎さんはさ、クリアできるって言ってるらしいんだけど、30時間じゃ探索しないでさ、いろいろ行ったとしても、ボスまで行けんらしいのよ、ラスボスまで。だから、待て、あそこ、見てくれ。PV で見たぞ、あの火の巨人じゃないか。これはちょっとトレント呼んでいこう。さあ、最初の敵にふさわしい敵がいるぞ。いきます。あ、ちょ、これマップ起動していきたいね。とりあえずマップ寄り道してからあの巨人に行くわ。こんちは。あ、飲んじゃった。無駄に飲んじゃった。みんな燃えちまった。あのメスメルどもがみんな燃やしちまった。メスメルとも。ああ、串刺し校ですね。ただ生きてただけだろう。なるほど。まあ、とりあえずこの辺の地図をさ、アクティブにしないといけませんから。地図断片墓地平原、マップファウンド。はあ、ああ、いや、これここ行くようでしょう。まずはね。
あ、広い広い。これが端っこだから、これ寄り道ダンジョンっぽいね。本編でいうすすり泣き半島みたいな感じかな。となると、目標としてはまあこっち行って、この辺探索して、できればこの辺も見てから、こっち行くっていう流れがいいかな。まあ、とりあえず、何はともあれ。何はともあれよ。行ってくるわ。あの巨人倒しに行くわ。倒せるできないよね、きっとね。あ、待って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 。ここに祝福があるということはよ。祝福があるということはよ。頑張ってやりなさいっちゅう、そういうことやろ。行きますか。さて、第一の敵。やつをやりに行くぞ。でかい。でかい。あ、そしてこれ、位牌が使えるようになってる。いいね。失礼します。ああ、ちょっとダメージでかっ。ダメージでかっ。よいしょ。そして、硬い。硬いな。硬い、硬いぞ。硬い、硬い、硬い。非常に硬い。あ、トレット?トレットさん?まあ、いいか。で、ちょっと待って、これ。うまいこと避けたりしないとダメかな。なるほどね。うん。トレントでうまいことやらないとダメだな。さてと、第2ラウンドといこうか。おー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 ちょ、びっくりする。いやー、とりあえずは駆け抜けて、殴る。はーい、何もできませんでした。痛い。よし、俺は絶対今日こいつを倒すぞ。でも倒せる敵で倒せる敵。これよく見るとさ、ほら、火の巨人の首とかついてるじゃん。火の巨人の首じゃん。いや、自分で言ってあれだけど。火の巨人を使って作られた、なんか、そういう敵なのかな、これ。おそらくだけど。なんかそんな感じだな。まあ、とりあえず、こういうパターンは分かったから、火の攻撃を避けて、時間をかければ、倒せる。時間をかければ倒せる。で、ジャンプ、オッケー。で、ジャンプ、オッケー。ジャンプ。ジョン、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 ジョン。はい、はい、オッケー。誰か巻き込まれて。ジャンプ。ジャンプ、オッケー。ツン。ジャンプ。単調じゃねえか、動き。俺いけるぞ。攻めすぎなければいいわけ。いつもそうなんだけど、こういう勝てえ。それ以上ね、それでやっぱ勝てえわ。なんかでも途中でひるみみたいな入んだよね、動きでさ。よくわからんけど、まあそんなのいいとして。あ、これもしかしてこの紐さ、切れんじゃね。なんか補強されてるっぽくない?足。そういうわけじゃない。よいしょ。OK? まあまあまあ、勝てねえよ、そんな動きじゃよ。馬入ってる。馬入ってるぞ、これ。何燃やしとるん、こいつ。すげえことなってるんだけど。でも、全然大丈夫ですね。勝てますよ、勝てます。おー、よいしょ。トネット、動き覚えたね、これね。いけるね、僕たち。指名取れそうなんだけどね。なんか違うのかな。よいしょ。いけるよ、僕たち。こいつ倒そう。ほら、結構見てよ、体力全然減ってね。体力全然減ったいんだけど。マジで。ちょっと、まあ、まあまあまあ、頑張りましょうか。なんか第二段階みたいなのあんのかな。まあ大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫っすよ。ジャンプ遅れちゃう。よいしょ、大丈夫、大丈夫だよな。ほらほら、大丈夫。よし、トレントがいなきゃダメです、話にならない。よいしょ。あ、ツンツン。よいしょ。おへい。おおおおおお、マジで、マジでこれ、マジか、これ。いける、あ、いける、いける、致命、致命、いける。致命の一撃。
すんごい入ったすんごい入った、マジでこんな入んの。よし、トレント、これいけるぞ。ああ、そういうことか。多分ダメージが、あ、何、ダメージはそんなにでかくないから、これ足を、足をどうにかへし折ってやって、足をへし折ってやって、で顔面致命入れてなんとかするっていうパターンよ。そういうパターン、そういうパターン。おっと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 、だからこうやって足に攻撃を加え続けることによって、まずい、ジャンプ、オッケー、もう分かりました、もう分かりですよね、もう分かりです、勝てます、勝ちます、勝ちます、このまま勝ちます。よし、オッケー、うん、全然大丈夫、怖くない、全然怖くない、全然怖い、全然余裕ですわ、全然余裕。ちょっとビビっちまったけど、最初ビビっちまったけど、ブルっちまいましたが、ちょ、大丈夫大丈夫、なぜならまだ生きてるから。ちょっとカメラが暴走してるな。ちゃんとこうやって、えっ、ロロ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 、トレント、はい、トレントお願いしますよいしょ、オッケー、よいしょ、オッケー、で、ツンツンツン、ぶっ倒れる、 もしかしてぶっ倒れる、多分これ両方壊さないといけないんじゃないかな。よいしょ、オッケー、うん、でも残り火の方というか、おお、いいね、貫け、熱いよ、オッケー、大丈夫、あ、熱くない、熱くない、生きてる、生きろ、生きる以上見せるんだ、オッケー、大丈夫、はいはい、ふう、いや、影の地に来てまだやってることがこの巨人さんと戦うことだけだからな、ぜひ倒したい。よいしょ、いける、まだ来るよ、いいよ、いけるよ、はいはい、よいしょ、オーケー、なんかめちゃめちゃ食らってるように見えるけど、食らってなどいない、それは君の気のせいだ。よいしょ、いいね、よいしょよいしょよいしょ、あ、よいしょよいしょ、オーケー、よいしょ、お、かっこよく決められるんじゃない、これ、行こうぜ行こうぜ、トレント、やつの顔面に、顔面、どっち、顔面どっち、ちょっと顔面か、顔面、よしよし、来た、はい、決まったー、撃破でございます。あ、弾く格子づく、しずくニュー、小炉の面、小炉の面、あ、小炉の面、装備かと思ったら、アイテム制作に用いる素材の一つだって、素材かよ。なんだ。じゃあダメだ。さあ、どこだ、ここは。戦いで、だいぶ移動してしまったようだな。とりあえずここ移動しよう。とりあえず、いろいろと見ていきます。何かあれば、まだ戻ってくるからよろしくな。逆手剣だ、へえ、こんな簡単に手に入るんだ。いや、いろいろと使ってみてるところはあるけど、まあ後回しだな。とりあえずちょっとこの集団を食らおう。こいつら、こいつら、貴様ら、貴様ら、貴様ら、洞窟があるですよ皆さん、洞窟っすよ、洞窟。これはなんだ、これ、絵画だ。神の塔。洞窟っていうか、ただの絵画だな。なるほど。いや、これ今日進まねえぞ、ほとんど。今日進まないよ、絶対。今日というか今回さ、まあ、とりあえず赤キノコとか、なんか赤肉キノコか、いっぱい集めていくのもそうだけど。うん、犬もいる。
この辺が雑魚敵か。とりあえずこの手前側に、街みたいなのがあったから、そこも確認しないとな。よいしょ。大坪氏の製法書。へぇー。あ、だだだだだだだ。ちょっと邪魔だ。邪魔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 。でもこの辺の敵はザコザコ、ちょちょちょ、なんでこの直近の、直近の見ろ、直近の、なんで遠くのやつにターゲティングしちゃうの、全然関係ないじゃんあいつら。くそー。お、解釈の刃、へえ、アイテムいいね、いろいろと入ってくるっすね、やっぱりね。多分装備品こっち系でしょう。あ、これだ。地名の一撃など攻撃力が高まる。はあ、なるほどね。地名入れまくれば攻撃力ガンガン上がるわけだ。で、この廃墟はおそらくアイテムだけっぽいね。なんかいいアイテムないかね。あ、ひび大壺。はあ、あ、投擲アイテムか。壺系のやつだね。アイテム中に詰めて投擲武器を作る。で、大壺だからなんかでっけえ壺投げられるようになるとか、そういうことでしょうね、きっとね。なるほど。で、大体探索もこの辺に終了でしょうかね。うん、大体この辺で探索も終了っぺえな。なんかありそうな気もするけど、この世界を見て回りたいからね。なんて言ってもよ、行くところはいっぱいある。ん？なんだ？なんか、え？なんか赤いのいる。とりあえずこいつ寝てる。お、あ、ちょっと強い。え、赤い犬だ。なんだこれ。とりあえず立てて、いい塩梅にやっとけばいいでしょ。弱い。弱いの。ん？こいつもしかして強い？よいしょ。OK。やはり盾受けこそが至高よ。背中から失礼します。ということで、目的の場所がそこだな。あ、なんかある。祝福かな？なんかキラキラしてない？あれ。気のせい。気のせいだわ。全然気のせいでした。さて、教会みたいなとこ来たな。え？うわ、なんかいる、なんかいる、ちょっと待って、なんかいるぞ、なんかいるぞ。黄金樹に誓ってやっとくか。黄金樹、あ、違う、間違えた、間違えた。あ、でも全然じゃん。ちょっと動き見とこうか。ああ、すごい。うわ、すごい。ちょっと待って、攻撃力高っ。え、ちょっと待って。え、黄金樹に誓って使ってて、これ。これ。いや。どう？危ない危ない。マジで？黄金樹に誓って使ってこれか。はい。はい。よし。強っ。国鉄の大槌。ははは。おい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 、いきなり面白そうな武器を落としてくれるじゃないか。国鉄の大槌、まあ、使わない、多分ね、せやつ足りない気がする。もう名前からしてさ、重すぎるんだよな。特大武器の中には入ってなさそうかな。あ、これだ。あー、使えるね。しかも進行武器じゃねえか。串刺し子メスメルに使える黒騎士たちの獲物。国鉄に黄金の石を施した大槌。あらかじめ黄金樹の祈祷が施されており、性攻撃力を付与し、付加したとき、大きく威力が高まる。あー、性エンチャントとして使えないよっていうことか。なるほどね。じゃあ、お邪魔します。慰めの教会。これ、アイテムかなんか、もらえるってことかな。おいおい、声が汚ねえな。で、はい、あなたも。はい、こんなもんですわ。まあ、こんなもん。よし。
あ、エイジの加護、影の諸各地で、エイジの破片を入手できる、祝福でそれを消費することでエイジの加護を上げることができる。エイジの加護はそれを受けた者の攻撃力とカット率を高めるが、影の地の外では効果を発揮しないと。ほう、なるほど。あ、教会でもらえるわけだね。オーケーオーケー、もうオールオッケーよ。おっと、ちょっと、ワンちゃんごめん。カット率上げるの前提かもしれんな。体が、汗人の体がちょっと貧弱すぎるかもしれん。あー、でもとりあえずこの辺見てもらって、ちょっと待って。あ、上って、あ、そっか、こうやって上から回り込んでくるしかなさそうなのか。そしたらこの下行って、この川とか湖あたりも見てこれるって感じだよね。あー、なるほど。こっち側も行けるし、なるほどね。慰めの教会来たから、まあ、こっちの海岸部も見てこようか。おー、見て、これすごくない？マップで、行けるってことでしょ？あれか、エルデツリーか。エルデツリー、あ、シャドウ・オブ・ザ・エルデツリーか。影の地。で、こっちの方も多分行けんだよね。火山みたいになってたりとか。あの赤い花がいっぱい咲いてるところ、花なのかな？落ち葉かわかんないけど、あの海の向こうとかね、あの青いとことかすごくない？絵画の中に入ったみたいなんだけど、あそこ全部歩けるんでしょ？すごいわ。ただマップ的には後半かな？多分この黒いところだから。全然まだここ、全然足りてない。全然マップ埋まってないわ。すごいね。いや、これは探索しがいがあるぞ。てか、本当にこれ、本当にこれさ、あの DLC のボリュームなの？やばい、やばいんだけど。普通に、あ、ちょっと待って、下いけんじゃねこれ。下いけそうじゃないです？奥さん、ちょっと。ちょっと待って、いけそうかもしれない。ちょっとなんかこの壁沿いに、崖沿いに行ったらさ、なんかどっからか、下いけそうな気がするんじゃが、いけないかな？あ、無理かな？あ、無理っぽいな。無理っぽですね、これね。で、あの火のやつ、なんかいっぱいいるから、あれかな、なんだっけ、黄金寺の化身みたいな扱いなのかな。尻劇とかやってきた。まあまあ、いろいろと探索して、何、獣肉の塊取ったから、怒られちゃった。まあいい、探索はまだまだ続くのである。で、一応、英字の過去は、起動しときたいね。やっぱちょっとカット率とか物足りねえわ。あ、影の地の加護、これだ。永住の加護。上げることができる。ん？はい。あ、なるほどね。やめる。立ち去る。ステータスでいいのかな？あ、結構上がってるこれ。よくわかんないんだけど。よくわからんのだが、多分上がってんじゃろうな。そして今ここなんですけど、この、これだね、この高台のところ行けそうなんで、ちょっと登ってきてえなと思いますね。ここ寄り道スポットじゃろうな。おそらく。これは降りちゃった方がいいな。トレントありがとう。ちょっと待って、一応ね、あの、頼りになる、シッチキシオレグ、インクバルだな。イングバルちょっとつけとこう。すぐ戦いになるかもしれんからな。もしかしたらね、もしかしたら。何が来るかわからんから。急にあれ、何もいないんだけど。あれ？何もない？嘘？逆に嘘？ちょっと待って。そんなことあります？なんもあらへん。ちょっと待って。いや、そんなバカな。あー、これ、ほら、折り口かもしれん。これはこの辺からこう、無理やり、登って、いけない。これ、降りてきて、こっちなんだ。オーケー、わかりました。ここは降りてくるとこだから、となると、こっちの方、あ、多分これだ。こっから登っていくんじゃない？
多分この大地のどっかから、この辺かな、この辺も登れそうだな。いやー、ちょっとね、見てきますか。まあ、そうだね。とりあえず、ここだね。ここ行こう、ここ。あれ？ああ、敵だ。あれ、敵だ。敵だ、敵がいる。あそこに敵がいる。先制します。よし。おい、落ちたぞ。鳥が落ちたぞ、今。鳥かな？よいしょ。オッケー。はい。なんだこれ？なんだこれ消えちゃった。期待し、ありがとうございます。ああ、これ PV でいたやつだ。かわいい。かわいいな、チンアナゴみたい。あれー、これマーキングできる。これこういうクラゲパターンじゃね？もしかしたら。殴ったら殴られる。倍返しだってやつじゃないかな。ちょっとポーズしとこうか。待ってこれ。ボスっぽいな、なんか。復活ポイントと、これ仲間呼ぶやつだよね、確かね。サイン黙り有効になって、そうだな。これボスっぽいね、なんだかね。なんだかね、ボスっぽいね。ちょっとマップの。マーキングは消しとこう。じゃあ行くか。そしたら何が来るか分からんが、戦うしかないだろう。あ、西の無名ボス、なボーボボボボボースボスボスボースボスボス。あ、違う、間違えた。間違えちゃった。よし。で、今霊薬って私何してんだ。ちょっと待って。どういう組み合わせ？受けてた HP を変、ダメージを変換。スタミナ回復そうそう。ああ、なるほどね。そういう感じね。OK、OK。木の中に入ります。お邪魔します。あ、ボスだわ。古老の騎士。よいしょ。なんだった？は？待て。何が起きた今。とりあえず、無知じゃろ。あの、人型の敵には、無知なんよ。なぜかというと、ひるむから。それで、倒してますから、私も。なんだっけ。ミケラ、マレニアか。マレニアさん。これか、さっきやれたの。おーん。体験かな？体験っぽいな。よいしょ。よいしょ。いって。飲んで。いって。おっと。よいしょ。よいしょ。吹っ飛べ。おー。あれ？待って、コロの騎士強いね。ちょっと面白い剣使ってるじゃないか。武器もいい。でも、勝てるな。勝てる敵。全然大丈夫だ。次で倒そう。いや、いった。めっちゃ強い。めちゃ強い、この人。強いんだけど。え、マジで言ってる、この、コロロン。いや、あ、いや、いい。あー。よし、行くか。飛んでちょーん。よいしょ。大丈夫。オッケー。飛んで、ドン。よいしょ。ここだに。リーチは俺の方が有利。いや、なんでこんなふらつくの。なんかローリングのたびふらつくの。足腰弱くなった、アセビトさん。なんか。足腰弱くなりました。気のせいかもしれないけど。なんで武器外した。よいしょ。よいしょ。OK。その距離じゃ届かないだろう。
よいしょ。いや、包丁か投げ。オッケー。よいしょ。大丈夫大丈夫。飛んで。うん。マジで。いや、ダメージでかいな。よしよし。俺も飛ぶ。終始があったかな。よいしょよいしょよいしょ。大丈夫。よいしょ。はい、何回飲むかな、何回飲むかな。はいはい。よいしょよいしょよいしょ。1回2回 OK。 軽く殴っていけばいい。一回でひるむから強攻撃を入れる必要はないんだよ。そう、この女王の OK。 バカめ。よいしょ。強攻撃を入れればありがたいけど、よし。うわあ、もういけるいける、大丈夫。いやー、それダメ。危ねえ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 。いけるいける、生きてる、まだ来てる。よいしょ、オッケー。殴っていく、軽く殴っていく。よし、ドンドン。オッケーで引いて、で飲む。オッケーオッケー。イエイイエイ。ここに差し込んでって、はいはい、もう勝てるんじゃないかこれ。勝ってるよ。あちゃあちゃ、ちょ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 。油断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 よ今の。よいしょ、いけ、いかない。よしよいしょ、オッケー。ここしのげ、ここしのげ、しのげ。よし、強かった。マジか、マジかよ、こんな強いの。あ、コロの体験、コロの兜、コロの鎧、コロの主攻、コロの足攻。ブー、あれ、あのババババババーンってやつは、ババババババーンっていうやつ、ババ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 ーンはないんですかこれ。あー、そっか、ババババババーンはないのね。あー、悲しいな。アベリンみたいなやつさ、あれ欲しかったな、あれ欲しかったな。戦利品としてはまあ十分なんですけど。よし、脱出します。いやでも強え、女王ありがとう。神狩りの剣めちゃめちゃ強い。なるほどね。よし、いいだろう、次行こう。コローの騎士団の鉄の胴鎧、鋼鉄を張り合わせて全身を覆う重鎧の一部、黒色のマントをまとっている。影の地の無名霊廟にはその名を、あるいは心をなくした騎士、戦士たちの霊が宿るという。へえ、なるほど、よくわからんけど。あ、このチンアナゴが目標なのかな。なるほどね。んじゃあもうちょっと散策は続けてはいいですね。もうちょい続けようかな。一旦休憩したら北の方行ってみましょうか。まあ、ダンジョン、ここの攻略はまあ次回以降にするんですけど、まあ、この湖のあたりとかね、ちょっと巡ってってみたいですね。まあ、とりあえずこの大地の上だよね。ここ行きたい。ああ、待って。ここに入り口あるんだけど、これ。これ正面入り口でしょう。あ、待って待って、なんかある、なんかある。あ、ここが、本当の正面だ。土正面だ。こっから入っていくんだ。あ、じゃあちょっとこれは後にしよう。あ、ちょっと待って、いるじゃん。こんにちは、はじめましてかな。あ、これミケラファンクラブの皆さんだ。ラダーン将軍と。へえ、お世話になりましたよ、ラダーンさんには。ああ、そうだった、陰気な男。
十字架の地図。あ、なんかいるわ。アイテムを拾う。あ、エイジの破片だ。ありがてえ。ありがてえ。マジでちょっとね、刻まれた言葉がここに浮かぶ。我が最初の肉体をここに捨てる。あなたか、陰気な男。おめえ顔どうなってんだよ、それ。お前たちを許した。お前顔どうなってんのそれ顔どうなってるの。同志として教えてやろう。Allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikela. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. 十字の地図、ありがとう。インベントリ確認してください。バツで詳細を確認できる。バツ。わかりづらい。ここに、特に出てるわけではないのか。この上行きたいんだよね。上どっからか行けそうなんだけどな。ちょっとうろうろしてみようかな。この辺なんか水出てるけど、これ行けんのかな。ちょっとうろうろしてみよう。あの上行きたいんだよね。猛獅子狩り。この辺に落ちて、なるほど、そういうのもあるのか。鮮魚もね、いろいろ試してみたいけどね。あ、これ下に降りて、ああ、下に落ちちゃった。落ちちゃった。ここ結局行けなさそうだね、上んとこね。まあ、とりあえず、いろいろと、見て回った実習あたりからちょっと先へ行きたいから、探索はある程度進めて終わらせておきたいね。この先は降りられたりするのかな。ああ、無理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 。となるとこれ崖か。これ湖っぽいから、この辺りぐるっと回っておきたいですね。ああ、なんだこれ。ここ、中入れちゃうじゃん。これ、ここ普通に侵入経路だよね。何これ、普通に中入れちゃうんだけど。これ、奥まで行ったらすぐ祝福あるね。ベラルートの牢獄。はあ、牢獄。なるほどね。ここはまあ次回だな。次回はこのベラルートの牢獄やっていきたいと思います。お城入ろうかと思ったけど、こんなとこ見つけてたら行くしかねえよな。あ、で、ちなみに今持ってるのが途中で拾った逆手剣ってやつですね。ちょっとね、かっこいいんですよ。で、一応ガードもできるという面白い武器になってます。まあ使ってないんですけどね、全然。まあ、探索に次ぐ探索だしな。あとぐるっと回ってって、まあ、何があるかっていう感じですね。ん？墓守鳥の鎧。うわ、墓守鳥がいっぱい来た。怖いよ、あいつら墓守鳥っつうのかな。レーン竜。ドラゴン狩りじゃ。いやー、久しぶりだな、ドラゴン。もう、永遠竜っていうか、もう普通に、
お亡くなりになってるじゃんこれ。ちょっとこれ使うか。壺男さん、壺男さんお願いします。よし、二人で行こう。いやドラゴンだ、久しぶりだな。プレスか。はい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 。いて。いや。強いね。はいはい。もう腐敗とか巻くが、でも体力高っ。体力高っけな。まあ足切ってか。いや。木の枝かと思ったら普通にドラゴンなんだもんな、びっくりだわ。よしよし大丈夫だ、いけるよ。はいはいはい、もう2人ならいける、2人ならいけるぞ、2人ならいける。どん、よし、霊園、これが霊園か。はい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 、ぶんちまいてるぶんちまいてる。おお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 お。よいしょ、大丈夫大丈夫、いけるよ、いける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 、いって、うーん、うん、あ、だだ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 、トレントじゃん、トレントじゃん、行こう、やっぱトレントだ、トレント。く、あの、頭が割れそう、強い。いやもう、おお、ちょ、ん、ヤマイステ村、なんか虫、いや、ちょちょちょ、なんだこいつだ、なんだこいつだ、虫がいる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 、犬がいる犬がいる犬がいる、なんだなんだなんだ、ヤマイステ村、なんだここ、大坪製保所、ああ、ありがとうございます。ただの村か。いや、ちょっと竜無理かもしれん。ちょっと、ね、足りないわ、力が。実力足りてねえわ、まだ。レベルはいいとしてさ、エイジの加護をちょっと上げてからまた戦いに来るのがいいかもしれんね。どれぐらいまで上がるかわかんないけど。で、ここ、あ、ここ村なのか。あー、山井捨て村になってる。なんかいるかな？なんかボスとかいそうじゃない？てか、そもそも祝福が欲しいんじゃない？これ。病捨て村だから、病にかかった人たちを捨てた村、病人だけがいる村ってことだよねこれね、きっと。でも祝福あるでしょこの感じは。ないかな。ああ、てかもうみんな虫になってる、みんな虫になってる、みんな虫になってる、みんな虫になってる。お前一応トレントいじめるじゃない、トレント、ちょ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 、祝福ないのこれ、祝福、あ、あるわ、あそこに祝福ある、祝福あるわ、祝福ともしようよ、すいません、よし、固定砲台設置完了、倒します、私が生き延びさえすれば勝ちだから、時間かかってでも倒せるから、とりあえず殴りに行く、ご挨拶をしに行こう。で、敵対したところから、うちのね、ラティナが攻撃を開始してくれるんで、よいしょ !OK! 始まりました始まりました、持久戦 !OKOK! いいよいいよ。ほら、ラティナさんのね、遠隔攻撃の力よ。これ、まっすぐのか、まっすぐか、まっすぐか、まっすぐな。
大丈夫、ラティアンさんがかましてくれてっから。よし、よいしょ、よいしょ、オッケー、大丈夫。まあ、ここはね全然慌てて攻める必要ないんですよ。ほら、じわ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 ラティアンさんが削ってくれてっから、檻を見て殴りに行けばいい。攻めすぎると今度が私が死んでしまって負け確になっちゃうんで、そこだけねうまい具合にうまい具合にうまい具合にやって共存共栄ね。よしで頭よしよし、いける。え、ちょよし、致命取っていく。気持ちいい。ラティアさんいてこそです。ああ、お腹から肋骨からね火が燃えてきて、うおお、意外と範囲広い。やだやだ、怖いのね。よいしょ、よし、あんまり無理すんな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 よ無理すんなよ俺無理すんな。あのラティアパイセンがやってくれるから、基本的にラティアパイセンが9割削ってくれるから、僕は必要な時に必要な場所にいて致命を取ってあげる、それだけでいい。必要な時に必要な場所にいるだけ、それだけ大事なの、それだけ。必要な時に必要な場所にいることによってブタッシュ OK で、よいしょ、これは、はい、踏んじばってくるね。踏んじばってくる、どういう意味でしょう、どういう意味ですかね。ああ、なんで降りた、なんで降りた、なんで降りた、俺なんで降りた。機動力が足りないよ、機動力が足りない。よし、であと1回来る、3回来るから、でこの後に殴れますよと。で足ちょん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 、よし、でラティナパイセンが頑張ってくれてっから、よし、いい感じいい感じいい感じよいい感じよいい感じよ、攻めろ攻めろ、ラティナさん、ラティナさんいいよ。これは一発だけかで、通り過ぎながらダッシュ、オッケーで、つっつくつっつくつっつくつん、よし、飛んでくる、オッケー、突っ込め、よいしょ、オッケー、これ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 、お前の汚い面に、お前の汚い面に致命をお見舞いだ。よいしょ、近いぞ、終わりが近い、終わりが近い、いけるぞ、勝とう勝とうぞ、ラティアさん勝とうぞ、よし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 、ラティアさん強え。竜の心臓、あ、ありがたい。竜の心臓ってなんだっけ。あ、そうか、竜さん系のやつか、なるほどね、了解了解。というわけで今日は終わりにしたいかなと思います。いや、楽しい。やっぱ楽しいっすね。で、一応次回山捨て村、がありますので、そちらの探索プラス、なんだっけ、なんちゃらの牢獄。なんちゃらの牢獄。あ、これね、ベルラとの牢獄。こちらの探索を進めていきたいかなと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまでお語り私、コインでお送りいたしました。それではまた次回、皆様、お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。まあ、竜が倒せない人はね、ああやって固定砲台設置すればいいんじゃねえかなと僕は思います。はい。というわけで、よろしくお願いいたしますね。